アメリカアマゾン、ね、日本アマゾンと比べて、えー、数倍稼ぎやすいです。で、まあ、これ数倍っていうのはね、えー、どういうような根拠か、まあえー。このね、世界第一位の大国、アメリカ、そして日本が第三位というのとですね、一人一人の所得が、アメリカは、えー、世界第七位、で、まあ、オーストラリアが十位にいて、日本は、ね、26位と。 いう順位なんですけど、これらをね、ちょっと掛け算すると、稼ぎやすさに大体合致する数字が出てきたんで、それをお示しします。まず、日本は平均所得370万。これはね、えー、アメリカ人は、えー、日本人の1.72倍稼いでると。で、えー、経済規模は4.37倍、ね。掛け算すると7.51倍になるんですね。この数字はちょうどですね、 日本アマゾンとアメリカアマゾンの稼ぎやすさに感覚的に合わさります。つまり、日本アマゾンを作ったね、えー、国内転売で10万円儲けるのと、アメリカアマゾンで75万儲けるのはですね、まあ、大体同じスキルと時間を要する感じです。まあ、ほとんどの人はね、えー、日本アマゾンで10万円やっとこすとこ儲かってて、アメリカアマゾンはね、えー、手を抜いてやってるのに30万以上儲かるというような感じになります。 同じことやったら多分ね、75万ぐらい稼げる、まあ、大体そんなもんだろうなということです。でここにですね、えー、オーストラリア・アマゾンが始まるとどうなるかというと、おそらくスタート時はですね、この倍、えー、アメリカの2倍、日本の15倍も動きやすくなるんじゃないかというふうに思ってます。つまりね、えー、今からまあ月10万円、 アマゾン輸出で稼ぐスキルを身につけとけばですね、オーストラリアアマゾンが始まった時には、その利益が一気に100万円になってしまうというのもね、普通にあり得るシナリオです。そうなるためにですね、もう優しいこと、ね、こんなの聞いていいのかなというようなこともね、親切に教えてますんで、遠慮せずどんどん聞いてください。簡単なことでも教えてます。これね、自分で調べないと、 力がつかないというような、ね、意見もありますけど、まあ、別に私に聞けばすぐ済むものを、ね、自分で調べるスキルをつける必要もないんじゃないかなというふうに思います。またね、同じことを100回聞いていただいても OK です。で、私の場合はサポートするにあたって戦略作りを重視します。これどういうことかというとですね、いろんなことあれもこれもっていうのはね、時間とかお金の関係でできませんので、 何に集中すればね、稼げるようになるか。まあ、それを今の状況をお聞かせいただいて、じゃあまずこっからやりましょうと、ね。こっちはまあちょっと置いといてくださいというような形でサポートします。まあ、だから、ね、皆さん初心者の方でも稼いでいただいているという結果を出していますで。さらにですね、今回は、えー、もうここまであれば稼げないわけないだろうという